今日と明日は午前中、午後とそれぞれに研修があります。4箇所とも全く違う訪問先です。その研修が終わり、二手に分かれてホテルに帰ることにします。4人のうち、浜名さんが別行動をするということで、私たち先にホテルに降り、浜名さんだけそのまま乗ってもらうことになりました。さすが。浜名さんの行きたいお店がなかなか分からず苦労をしています。どうですか。はい、タクシーに乗る前にマッコリーを買ってどこで飲むか相談もしています。もう一回探すわけ。静かに落ち着いて。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。